2021年10月31日から11月6日今週発売予定の気になる PC ゲーム。最初は If you are a ghost call me here。 プラットフォーム Steam、 発売予定日11月1日月曜日。ジャンルアドベンチャー、日本語対応。複数同時に流れる会話から瞬時に判断し、正しい選択をしてコンボをつないでいくアクションノベル。冥界のコールセンターに就職した主人公が一流のコールマスターを目指すノベルゲームですが、複数同時に表示される会話文を瞬時に判断して的確な選択を選んでいく、他にあまり類を見ないアクション要素の高いシステムが面白いですね。2作品目、天帝の伝説。プラットフォーム、Steam、発売予定日、11月1日、月曜日。ジャンル、アクション、日本語対応。台湾の伝説的な義賊を題材にした 2D 横スクロールカンフーアクション、20世紀初頭、日本統治時代の台湾を舞台に、富める者から奪い、貧しき者を養い、台北に潜む闇を暴く。漫画風のグラフィックやスタイリッシュなカンフーアクションがいいですね。基本的に日本は悪として描かれていると思われるため、あくまでゲームとして楽しみましょう。3作品目、プロジェクトミハエル。プラットフォーム、Steam、発売予定日、11月2日火曜日。早期アクセス開始。ジャンル、アクション、日本語対応。人類に敵対的な地球外起源種に蹂躙されゆく地球を舞台に、人類生存をかけ戦う三人称視点のメカバトルアクション。戦術機を巧みに操り、いかなる状況でも敵を打ち滅ぼせ。2006年に発売された恋愛アドベンチャー、マブラブオルタネイティブの世界観を元にした作品です。パーツのカスタマイズやカラー変更で自分だけの戦術機の構築が可能です。4作品目、探知。プラットフォーム、Steam、発売予定日、11月2日火曜日。ジャンル、アクション、日本語対応。かわいい手書きスタイルで作られたローグライク要素のあるハック&スラッシュの 2D ベルトスクロールアクション。ペルーの民話を元にした神秘的な物語が展開される。手書きアートのキャラたちが可愛いですね。ゲストキャラクターとしてアハットインタイムのハットキットも登場します。最大4人でのローカル協力にも対応しています。
5作品目ブラッドショア。プラットフォームスチーム、発売予定日11月4日木曜日。ジャンルインタラクティブムービー、日本語対応。有名人や死刑囚によるバトロワを放映するリアリティショーを舞台にした実写のインタラクティブムービー。参加者のニックとなり舞台となる島の秘密を解き明かせ。ザ・コンプレックスやファイブデイトズなどインタラクティブムービーを数多く手掛けるスタジオの新作です。8時間にも及ぶ映像が収録され、選択により展開と結末が変わります。6作品目デーモンターン。プラットフォームスチーム、発売予定日11月4日木曜日。ジャンルアクションプラットフォーマー、日本語未対応。魔界を舞台に1000歳の若き悪魔が魔界の女王になるため奮闘するアクションプラットフォーマー。魔界のステージを二段ジャンプやスピンなどを駆使して進み、ボスを倒せ。主人公の動きがコミカルで可愛いですね。過去のトレーラーにインパクトがある日本語音声があったので日本語対応と思っていましたが、残念ながら未対応のようです。7作品目レシピフォーディザスター。プラットフォームスチーム、発売予定日11月5日金曜日。早期アクセス開始。ジャンル経営シミュレーション、日本語対応。ソーシャルシミュレーション要素によりスタッフマネージメントを重視したレストラン経営シム。料理長としてスタッフ同士の人間関係も考えながら一流レストランを目指す。2019年発売の経営シムライズオブインダストリーの開発元の新作です。スタッフごとに性格、好み、相性などがあり、スタッフ管理はリムワールドなどのコロニーシムに近い感じがします。最後はウェアカーズフォール。プラットフォームスチーム、発売予定日11月5日金曜日。ジャンルパズルアドベンチャー、日本語対応。カードで家を作ったり崩したりして進む見下ろし点のパズルアドベンチャー。ステージを攻略しながら一人の青年の悩み多き思春期の思い出を追体験する。幻想的なグラフィックと心地よいサウンドでゆったりリラックスしながらプレイできるゲームと思われます。またセリフなどはなく言語に依存せず楽しめるようです。
今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか。ご意見ご感想をいただけると励みになります。また気に入っていただけましたら登録お願いいたします。それでは。